はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ドラゴンボールドッカンバトル、いやー燃えてますわな燃えてますね。ということで、ちょっとこう首を突っ込んで、まあ、ガチャはまあいい、まあ、今回炎上している案件としては、ガチャの確率が個別で、まあ、当たりアカウント外れアカウントみたいなのが出ちゃってたと。もう本当にそれが存在してて、ドッカンバトルはそのこの人は出る確率超低め、この人は出る確率高めみたいな感じで個別に設定されてたっていうことで燃え上がっているんだけれども、まあ、今回はね、そちらのそのドッカンバトルのガチャではなくゲームの方をプレイしていきたいなというふうに思います。まあどんなゲームかも分かんないんだけど、ドラゴンボールねまあちょっとどんなゲームなんだろうね。画像を立てて名前横って割とこう見づらいというか、え、これ結構画質悪くないかこれ画質悪くない？いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。ドラゴンボール、僕は原作版なんですよね。僕は原作だけかな、ドラゴンボールを。教えてくれ、すべての銀河で、すべての時代で、この世で一番強いやつ。え、いや、願い超えてるでしょ、パワー。知るだけなら超えてないのかな。え、願い超えてんじゃないの、自分より強いやつ、全宇宙とか。どうなんだろうね。でもさ、だって神様、おうおうおお、だって神様ね、だって海洋神の管轄でしょ。海洋神とかさ、なんか海洋神の上の人みたいな、なんかそこら辺の管轄じゃん。あの地球の神論じゃ無理じゃないのこうしておめえ戦うのは何度目だろうな、ベジータ。カカロット、貴様を倒し俺がナンバーワンとなるこの時をな。行くぞカカロット、バヒュ、おお、スパーキン。あ、なるほど、ちょいちょい画質悪いな。ハメハメハ、ビバー、ダメージ11000。あ、これがつながるのが大事なのかな。こんなにただワクワクする戦いは久しぶりだぞ。これはつながるラインのボールを叩けばビビビビビってダメだと。え、画質悪くないこれ見えるかな、この宇宙飛行船の画質の悪さ。うわー、トランクスもいいんだ。なるほどね、何でもいるんだ、全時空で集められるんだ。誰だ、海王神。おお、次元の歪みを元に戻す方法。悟空に頼んじゃダメなのかな。あ、だから悟空にも来たのか。この時代がいつなのか年代はわからない。あ、トランクスが相棒なんだ、珍しいね。天下一武道会、俺がまずは仲間を一人見つけましょう。天下一武道会に、おー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 おおおお、ガチャすごい熱いじゃんこれ、ガチャめっちゃガチャあまりに熱すぎる。お、僕じゃん、奥さん SR。 なるほど、かなりの達人と出会えたようですね。いや、お前知り合いや。名前を聞かせてもらえませんか。なるほどね、決定。ミザさん、よろしくお願いします。フレンドをトランクスにして、空いてない枠に緊急枠としてサイバイマンが入りますと書いてある。サイバイマン入るんだ、なるほどね。え、でも割とこれ面白くない？ゲーム性自体もちょっと、3。あ、で次2をタッチしたら金を獲得しました。修行する際が、さあ先へ進みましょう。次は、あ、なるほど、カードを使うんだ。ピヨン、敵のようです。赤いマスは危険を示しています。目の前の敵と戦ってみましょう。攻撃時は木の玉を集めながら敵に向かっていくのですが、その量が多いほど攻撃力が高くなる。自分と同じ属性の木の玉は気力が2倍になります。また虹の玉は全ての属性の玉とつなげることができる。なるほど、あ、じゃあこれじゃん完全に。いや、緑じゃないでしょこれ。じゃあどう考えても、おい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 、右だろどう考えても。右だったら全部つながんじゃん。は？右だよな。
サードチェンジ。今回はかなり気力を貯めることができ 100% 本来の力を発揮できるでしょう。相手の属性を考慮し攻撃してみましょう。相手は紫の、自分が紫の地属性なので緑色の敵を狙いましょう。なるほど、緑色の敵を狙うとここで紫のやつは誘爆して大ダメージを与えられますよっていう。なるほど、やっぱなんか昔のさあれだよね、それこそ一貫台のさ、なんかドラゴンボールの雰囲気あるね今の画像。通信中とか言ってなんか全然違うけど、ピラフ、7つ集めると賃料が現れ、シェンロンが現れ、さまざまな願いが叶う。あと2つ集めれば願いが叶う。ドラゴンボールはステージの途中でリタイアする。そんなにドラゴンボールあるの、まあ、あるわな。5をタッチするとミスターサタン、クソ弱いじゃん絶対絶対一撃 やつじゃん。さあ決勝戦です。流石はこの世界だ。これがガチャのやつね。これがガチャのやつで燃え上がったやつですね。サタンを倒してもらいましょう。リンクスキル発動のチャンスです。餃子師チャオズさんが天津飯の虎になるよう並び順を入れ替えると、攻撃力はリンクすぎるツル川柳が発動します。順番を入れ替えてみましょう。余ったやつが栽培前になると。順番は攻撃前であればいつでも変える。今回はこのままの順番で攻撃してみましょう。まあ、まずはね、こいつがオレンジだから、こいつはオレンジ で紫だから誘爆すると、どこどこどこと。でレッドだからこれいっぱい流玉もらえるわけ、ね、基本的に、まあ、パズドラ的なサムシングやな。基本的にはこれは必殺技が出せるかもしれませんよ。必殺技確定。ちょっとサタンいじめやめてあげて。来た、勝負に型をつけてやる飛行砲。おー、展開武道会優勝してる。お前一人でもできるやろ。むしろ石5個好きなようにやってください。名のある武道の達人が何者かに襲われているらしい。優勝したあなたたちも狙う。最強のやつが、最強のやつをが襲いかかってくるから倒していけっていう感じのゲームなんだな。なるほどね。でも意外となんか パズドラぐらいハマ、モンストぐらいハマるな。モンストぐらいハマる。 SSR キャラ獲得チャンス。目指せ最強挑戦士の極意。すべての極意を習得し人造人間順、これがイベントなんだ。スタートダッシュガチャはもう引いたのかな。なるほど、 OK。 ガチャどこガチャどあった、ガチャ、ガチャを引いていく。新規ユーザー応援スタートダッシュガチャ1回限り、いきます。ガシャル。さあ初心者を、いやもうこのガチャすごいさ、熱くない？ドラゴンボールしてたらこのガチャはさ、おわーって感じになるんだよ俺の中で俺の中でこれはさ、おーおーおお、え死んでる。あ、来た、魔漢交雑砲ピッコロ、とっておきのピッコロ SSR だって。全属性のアタック 20% アップ、相手に大ダメージを与えアタックを低下させる。これ強くない？今さ、ちょっと待って、魔漢交雑砲スキルレベル1って見えたんだけど、これなもしかしてさ、なもしかしてだけどさ、10人いる？なあもしかして10人いる？気のせい、この10人必要ってやつ。そんなバカな、ははは、50だもん。ここでピッコロを入れてさ、あちょっとじゃあやってみようか、冒険してみようよ。ちょっと冒険してみる。暗雲渦巻く異次元世界、武道会終了。そしてこうやって敵と当たっ、あフリーザじゃん。さあ、おお、
でもなんか普通に武道の達人たちが襲われる事件か。まずは武道家を探して話を聞いてみましょう。敵と味方の攻撃順はここでわかる。1から順に攻撃アクション、まあまあまあ、でここでカードをまあ4ですね。とりあえずこうやって先のマップを見ながらパワーアップ、気力が4上がった。まあでも6でいいか。ポイポイカプセル、何もらえるの。修行アイテム2がない、2は今いらない。4いきますか。こうやっていくのボスバトル。うわすっげえ弱そうで、まあまず紫でしょ。これ俺虹色、虹色、虹色を使いつつっていう感じか。これ青でしょ。これじゃあもう積んでない。はい、なるほど。宇宙のゴミを片付けてやるか。あかん、高殺法強すぎる強すぎる。宇宙のゴミを片付けてやるかとか言って。なるほどね、とっておきの技ピッコロ。でもさ、結構キャラに限界ないっすか、このゲーム。このゲームキャラに限界ない、割と。お前たちもかなりの達人のようだが、あの男も恐ろしい強さだった。タオパイパイだ、武道の。タオパイパイがボスなの。タオパイパイってなんかそんな殺人鬼であってさ、ドラゴンボールに強えやつみたいなドラゴンボールでさ、あの強えやつを教えてくれ、頼むシェンロみたいなキャラじゃねえだろ。殺すだけだろ。タオパイパイ近々いないかな。タオパイパイ倒すまでやりたいな、できれば。ピッピンピッピン、武道会終了。そして追跡、タオパイパイ行くぜ。さあ行きましょう。お、タオパイパイいるかな。あ、ブルマだ。カプセルコーポレーションのマークじゃない。ドラゴンボール。でもヤムチャの知り合いだってことは悪いやつではなさそう。いや、ヤムチャ悪いやつだけどパンツァーファストを持ってこいとか言って、なんか初対面から割とヤムチャ悪いやつだったけど、いいんですかそんな。2にしましょうか。とりあえず2にして、2にして、草果てなまくパープ気力が5上がった。で1、パープ気力が5上がって2で400銭にゲットで2。占いババア、アイテムが欲しい。何回それなら戦前にお出し。はい、あ、なんだっけこいつ、あれだ、あのパンティーみたいな、あのパンティーのなんだっけ、パンティーの裏面のやつな。そうそうそう、パンティーの裏面のやつ、名前なんだっけ、ね、ブルマのかぶってるやつな、キャラな。いくぞ、結末の宣告、会心 80% アップならば行かせてもらおう。こいつはオレンジだから、でもオレンジだったらこうしようぜ。でも緑でも言うて変わらんよな。いけ、ドーン、オレンジ。でも紫の方がよくない。でこう、難しいなこのゲームまだわからないんですね。さあ、サイバイマンの必殺技、あれ、サイバイマンの必殺技ない、見えなかった。自爆でしょ絶対、サイバイマンの必殺技。自爆以外ないでしょサイバイマン。むしろこれは青ぽいぽいカプセルもらって、サポアイテムゲットで2にして、ウーシンチュー、今のウーシンチューだった、全然見てなかったけど。今はこれぐらいしか手伝えへん。サポートアイテムはステージ中やバトルで使うことができる。さまざまな効果でこれを助けてくれる。なるほどね。まだタオパイパイがいないんだ。追跡タオパイパイ。そろそろ次タオパイパイ来てほしいんだけど。おーおー、獲得税率2000だって。
おお、ドラゴンボールあと1個、あとイーシンチュだけか。世界一のこれ、あ、これ合うじゃん。よし、これで終わろうか。これで終わろうよ。さあ行きましょう。タオ、あ、いた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 、タオパイパイいた。世界一の殺し屋タオパイパイだじゅ。こいつがタオパイパイか。もう何も知らずにやってきたわけではないで、その一斉だけ見る。なぜこんなことを続ける。あ、金、金だったという。なるほど、金のためだけに罪もない武闘家を。タオパイパイ、お前を許すわけにはいかない。懐かしいな、タオパイパイとか。お金、3使いたいな、これは3使おうか。で2行こう。で均等運で飛ばされる、この均等運飛ばされる意味ある。でまあちょっと6使いたいけど、まあ1でいいか。とりあえず1で様子を見よう。金、金は、あ、これは全部ランダムなのかな。1、1で、おパワーアップ、記録アップ。3使って金ゲットして、なるほど、これから戦うタオパイパイについてわしが知ってる情報を教えよう。タオパイパイはかつて悟空を倒したこともある達人じゃ。タオパイパイのドドンパは凄まじい破壊力を持った必殺技だ。今までよりも厳しい戦いになる。そこでアドバイス、属性の特性をうまく活用してガードする。タオパイパイの属性は即じゃ、つまり技属性の仲間とタオパイパイを攻撃に前に置くとガードできる。なるほど、ガードを有効活用しろよっていう。まあよくわかんないんで戦いますよ、タオパイパイ。あー、まあまずは、まずは紫でしょ。よいしょ。で、はい。さあ、ヤムチャは、ヤムチャもうここ即死ですよ、ヤムチャなんて。緑色か。まあまあまあ、オレンジ。あ、こうやって色を入れ替えながらっていう感じやな。どこは、すごい耐える、タオパイパイ。え、タオパイパイめっちゃ耐えるじゃん。タオパイパイめっちゃ耐える。ヤムチャを壁にすればいいってことでしょ。圧倒的パワー、ターン開始時アタック1500アップ。なるほどね。いやでも俺最強だよこれ今。じゃあこれで、でもね、悟空をまず使おう。悟空青だもんね、悟空青。まずは誘爆させてここ掃除して、でちょっと厳しいなぁ。赤、もうここはオレンジ使うしかないんじゃない？緑なのに。おお、いや、これは俺のやつが強いはず。おお、ピッコロ強い。KO。 あ、こうやって進んでいくんだ。まあでもキャラゲーとしては個人的には割と面白い気がする。観念するんだ、タオバイバイ。本気でやってしまうぞ。最近は殺し屋カーグルも不景気で、依頼もめっきり減って用心棒で稼ぐ方がいいくらい。それはないだろ。用心棒より、用心棒って殺し屋の需要あってこそだろ。殺し屋の方が高いに決まってないですか。殺し屋と用心棒って常識的に考えてさ、殺し屋の方が多いからこそさ、多くないと用心棒の需要って上がらないだろう。ちょっと待ってくれ、完全に今矛盾をついてしまったな。ということで、ドラゴンボールドッカンバトルでした。まあでも個人的にキャラゲーとしてはハマるのもわかるし、なんかゲームとしてはあれだったけど、まあ流石がね、ガチャの確率がね、まあいろいろ違うというのは、絆の合体女戦士ガチャ、え、ブロリーだけど、これブロ、え、女じゃない、な、え、女装したブロリーが女ガチャとして出てくるんだけど、嘘だろ。なんじゃこりゃ、魔人ブー編、力属性のみ、ミスターサタンと人造人間、ドッカン覚醒、これは友情ポイントガチャ。ブロコ出してるけど。
ブロコは出しちゃダメでしょ。やべえやつがいるな。現在一時的にこちらの機能はご利用いただけ。なるほど。ということで、今回はドラゴンボールドッカンバトルはこれにて終了させていただきます。まあゲームとしては個人的にはまあハマる気持ちもわかるゲームかなっていうふうに思ったけど、ただガチャですよね。ガチャがまあいい着地点があることを願っております。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイ。